こんにちは、こんばんは。ゲーム動画ネコです。ケチョビットは始めていきましょう。今回は、10位サセボドックスと公式戦です。公式戦もあと3戦です。順位は3位筑波大学とは勝ち点2点差です。なんとは逆転して2位以内には入りたい。さすがに首位は無理ですけどね、勝たなきゃいけません。リリがちょっと疲れてますが、コンワーでいきます。佐世保マリンスタジアムに乗り込みます。しっかり勝ってほしい。セット成功。お、このパス回しはうまい。さあこれは、ノーホイッスル。まずはなるべく早く先取点。危ない、あーっと、やってしまった。なんということだ。ペナルティーキックを取られてしまいますが、おっ、うまく防ぎました。相手ボールをスローイン、流れが悪い。これはよくいけません。ファウルです。日本にイエローカードを取られてしまいます。焦りが隠せない。おっと、これはいいパスになっているぞ。なんとか危機を逃れた。危ないシーンが多いです。シュート、ちょっと無理がありすぎた。油断できないチームですからね。おっと、バー。さあ、堅実に緑。さあ、クルミア抜けたい。1対1になったが、キーパーに止められたか。さあ、なんで出すんだ。ペースに乗られております。アシャータイムはあと3分。前半最後の攻撃でしょうと思ったオフサイドですね。これで前半終了です。金はないな、誰もない状況。相手どうなんでしょうね。これ3つチャーファルフ3つでイエローカードを取られてます。なるほど、ちょっと相手は疲れてるけど、ちょっとだけですね。本当に油断はできません。早く先制をというのを取らなければ。
ファールか。ファールです。選手変えましょう。ちょっと疲れ見えますね。いや、ここは攻撃的布陣で優奈に変えてみましょう。さあ緑、ちょっとこれは焦る、焦りが見える。またですね、ファールが多い。イエローカード。さあお互い交代していきました。こちら、相手疲れが見える。おっと、ここでコーナーキックのピンチ、あと切っていきますね。これは危機を逃れました。早く引き分けではいけないんです。相手は疲れてるはず。さあユーナ1対1、なんで、時間を稼がれます。ノーイスです。まだまだ元気、自分で前に出てますね。1点は欲しい。ここでユーナだが離れてしまう。もうほとんど時間がありません。アシュアタイム2分、試合終了な、スコアレスドロー。厳しくなってきました。疲れっぱなしなんですよね。チャンスだったんですが、これなんかついてきればいいのに。ユーナもクルミカー変わってなんとか決めたいってなったんですよけど、それがうまく働かないっていうことですよね。4点差だ。これはさすがに厳しいです。2すら危ういな。2というか2は絶望的かな。というわけで、セセボドックス勝つことができませんでした。じゃあ残っているのはキャピタル東京とコチシマトスですね。東京行けばまだチャンスあるかもしれないが。
もう2位も絶望的な感じになりまして、来年また立て直しですね。はい、チャチャイトロフィーに出ることできませんからね、来年はきっと。来年は立て直しを年としましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。